こんにちは、石川カレンです。はい、本日の動画はですね、意外とやったことなかった家族に私のことを聞いてみた、イエーイ。まあ、家族に聞いてみたと言っても、今回電話をするのは私の母親なんですけれども、母親に今年から私が一人暮らしを始めるので、それについてどう思うのかとか、普段の私についてお話ししてもらおうかなと思います。それでは早速電話をかけていきたいと思います。今日は土曜日なのでね、お母さんお仕事お休みなので、母親って言ったりお母さんって言ったりいろいろありますね。ママって呼んでます。カッコつけさせてください。それでは電話かけます。アイコンが私とお兄ちゃんと妹の写真。もしもし、今平気？聞こえてる？うん、聞こえてるよ。今平気？うん。今さ、 YouTube 撮っててさ、家族に私の印象を聞いたりだとか、うん、あと今年から私一人暮らしするじゃん、うん、それに関してさ、思うこととかを聞いていきたいなって思ってるんですけど、いいですか？思うこと？うん、あ、じゃあ待って、まず普段の私に対して思ってることっていうか、難しい。一人暮らしは心配しかないよね。ご飯はね、一通り何でも作れるからさ、うん、そんなに心配はしてないけど、ダイエットだって言って何日も食べないとかないかなとかさ、うん、ねえ、なんか変な怖い目にあたりしないかなとか、そういう心配はやっぱりあるけどね、うん、正直一人暮らしはしてほしくない？まだもうちょっと家にいればかな。そうだよね。だってね、これ大学生とかだったらあと4年は家にいたんだろうなとかね。確かにね、学生のうちはね、まあ、通える範囲ならだけど、そうね、確かに、あ、 4年早くなっちゃうのかっていう寂しさはあるね。あと私の名前の由来がさ、うん、結構自己紹介の時にさ、いつも言ったりするけどさ、ちょっと改めて説明してもらってもいいですか？ちょっとね、親からこう言うのは罪悪感が。そうだよね、罪悪感、そうじゃない、別に私も大好きだからさ、うんうん、全然嬉しいんだけど。そうなんだけど、ちょっとほら恥ずかしいなっていうのとね。オタクが出すぎてね。そう、愛が強すぎてね。愛強すぎて娘の名前に漢字使っちゃうって結構ね。そうそう、いや、綾小路翔さんみたいにね、うん、みんなに愛されるスーパーヒーローになってほしいなっていう願いを込めて、そういうこ、お、思いがこもってるのね、私の名前には。そう、え、鈴はなんでだっけ？鈴はね、あの画数で合わせただけなんだけど、うん、最初にカレンっていう響きはもう決まってて、カレンな女の子に育ってほしいなっていう。カレン育った？育ちました、カレンな女の子に。40点ぐらい。低っ。そんな。そうか、そうだよね、これからだよね。そう、まだね、カレンな女の子に育ってほしいなっていうのと、そう、それで、カレンの皮でも、綾小路翔さんのちょっと賞をいただいてと思って、で、それに合わせて画数で選んだのが鈴。なるほどね。小さい時どんな子供だったか。あ、多分今のカレンしか知らない人から見たらびっくりするぐらい人見知り。そうだね、慎重だし臆病だし、もうとにかく誰かの陰で隠れてるような感じの子だったかな。確かに。どんな風になるかなってちょっと心配だったけどね。ね、こんな大きくなってね、まさかね、こんな人の前に出るような仕事をするとはね。確かに、思いもしなかったよね、きっと。あの頃は思わなかったね。え、じゃあどんな高校生でしたか？高校生が一番難しい時だったかな。でもお仕事、今日好き、前後もやっぱりね、環境がらっと変わってきっと戸惑いもあっただろうし、どうなったとしても、カレンが辞めるってもしなったとしても、辞めるって、辞めたいなって言った時に、じゃあ辞めなさいって、で、頑張りたいって言った時に、じゃあ頑張んなさいって、どっちも背中を押せるようにっていうのは思いながらいたけど、一番難しい時だったね。そうね。え、私反抗期いつからいつまでだったっけ？中3？中2か。高
抗期はね、いやママが思ってるカレンの反抗期って、うん、高校1年生中学3年生から高校1年生かな、うん、あそっか、うん、2年生になる頃にはもうだいぶ落ち着いてたかな、うん、どう思ってたその反抗期は。まあ必要なことだから、うん、反抗期って多分なんでイライラしちゃうのかとか、なんで腹立っちゃうのか自分で分からなくて苦しいんじゃないかと思うんだよね、うん、だから彼はその反抗期がすごく強いように見えたから、うんうん、辛いだろうなっていう感じ、今苦しいだろうなっていう、うん、頑張れっていう感じ、もう早く終わってほしかったし、なんかその反抗期の時もさ、私が強く当たったりとかしてもさ、その反抗期だからってことに対して怒ることがなかったじゃん。だってそれもみんなあるからね。まあね、うん、でもなんか変にさ足音立てて階段登ったりとかさ、めっちゃバーンってドア閉めたりとかさ、うん、結構めちゃめちゃ態度にじゃなくて行動にも表してたじゃん、うん、だから怒ってる怒ってるなるほどね、みんなそうだよねきっとね、うんうん、今だから言ってしまおうっていう私の直してほしいところ。直してほしいところ、うん、これは正直に言っていいの？うん、彼に対してやっぱり良くない風にね思ってる人も世の中にはたくさんいるから、そういう悪い意見っていうのかな、悪い意見じゃなくて悪口みたいな、うん、全然アドバイスとかじゃないそういう悪口みたいなのはもうちょっと気にしないようになった方がいいなとは思う。気にしすぎだからね。で気にしちゃうのもね分かるんだよね、どうしても目に入ってくるし、うん、気にしないようにって思ってもやっぱり傷つくしね。そうね、そういうのってでもね彼本人だけじゃなくてそれが目に入った家族も同じようにすごい傷つくんだよね、うん、ママも最初の頃はそういうの見るたびになんか気持ちが落ち込むようなところがあったけど、うん、応援してくれてる人もたくさんいるんだし気にする時間がもったいないよって今は思う。うんうん、じゃあね、あとなんだろう、じゃあ欲張り言っていいですか？うん、もしママが、うん、私のことを他人に紹介するとしたらどんな娘だって紹介してくれますか？他人に紹介するときは、うん、遠慮しちゃって、うん、あのうちの娘ですって、いや本当に言うこと聞かなくてもうまだまだだらしのない娘なんですけどって紹介しちゃうけど、本心はうちの娘可愛いでしょ親バカじゃん。いやみんなそうだよ多分、うん、だって自分の子が一番可愛いし自分の子が一番大事だし幸せになってほしいしね。うん、そうだね、だって彼もつーちゃんに対してそう思うもんね。そうでしょ、家族はそうだよね、うん、であの親バカだなって思われてても、うん、まあいいかななるほどね。いや、あと泣いてんの？泣いてないよそんな。大丈夫？うん、なかった？なんもないってなんで？違う、ママが泣かせたんだよ。どうして？なんかね、大切にされてるなと思って。されてるよ。ちゃちゃ。大切にされてないね。ねえねえ。ねえねえ、大好きだったのね。興奮しすぎ。じゃあ、欲を言えばこの時に戻ってほしい、いつですか？もう最初、お腹の中にいる時かな。なんで？もう一回育てたい。へー、赤ちゃんのちっちゃい時から全部もう一回やりたいな。じゃあ今までのがなかったとしてお腹に帰るとしても、うん、カレンがいいなって思える？いや、カレンをもう一回育てたい。だってかわいかったんだよ、ねえねえ。かわいかったんだよ。泣いてばっかりだったけど、かわいかったんだよ。ねえ、つーちゃんより泣いてばっかだったんだって、ねえねえ。そうだよ、全然違うよ。うん。一日中抱っこだしね。うん、確かに。でももう一回、それをやれたら幸せだね。じゃあ最後に、カレンさ、いつもさ、お金持ちになったら家族みんなで旅行行ってさ、お家買うって言ってるじゃん。うんうん。じゃあもっとお金持ちになった時に、
やりたいこと何、うん、家族旅行を年に2回にしてほしいな。かわいい。家族旅行年に2回、うん、うんうん、家族の時間がね年々少なくなるからね。それはねしょうがないんだけどね、うん、じゃあお金持ちになったらね、それまでは我慢して。よかった、じゃあそれまではママも頑張って働く。うん、ありがとう。いいえ、大丈夫大丈夫。うん、この後は撮影は、あと1本か2本撮って終わるかな。あ、じゃあブスで撮影だ。確かに。やめようかな、じゃあ。ちゃんと冷ましてから撮るわ。うん、ね、化粧直して、うん、うん、ありがとう。今日煮込みハンバーグだよ。言ってたね、朝。うん、もう煮込んだから。いや、いや、後で気をつけて帰るね。うん、頑張ってね。うん、ありがとう。うん、大好きだよ。愛してるよ。バイバイ。バイバイってなんかやだな。後でね。後でね。うん、じゃあね、はい、またね。はい、はい。マザコン企画。やだ、いいお母さんでしょ。いいお母さんなんですよ。はい、ということで以上私のマザコン さらけ出しタイムだったんですけど、普段聞かないじゃないですか、なかなかお母さんにこんなこと。いつも一緒にいるから甘えちゃっていろいろ任せっきりになってますけど、ちゃんと感謝の気持ちは忘れてないですよ。大好きなんですよ、本当に家族が。お母さんもお父さんもお兄ちゃんも妹もみんな含めて大好きでね。え、だからちょっと今の話を聞いて一人暮らしどうしようかなって渋ってきました。でもね、いずれは絶対にお家出るから早くに慣れておくのもいいかなとか思って、一人暮らしはもうちょっと考えます。すると思うけど、家族はね、こんだけなんだろう、私のことを見てくれててさ、確かにファンの皆さんもすごいいつも応援してくださって支えてくださってるんですけど、それ以上に家族の愛っていうのはすごく大きく近くに感じるので、いつもありがとうございます。この動画見てるか分かんないけど、多分見てると思うけど、ママとの電話を大公開にした。ちっちゃい時はね、泣き別所だったらしいです。ずっとなんかそれこそ人見知りだって言ってたんですけど、スーパーのカートに乗るじゃないですか、子供用のカートみたいに乗ってても、知らない人と目合っちゃうと泣いちゃうから、帽子をこう深くかぶらされるか、お兄ちゃんがこう私の顔をずっと手でこう覆ってるかのどっちかだったらしくて、本当にそのくらい人見知りだったんですけど、まあ、今もちょっと人見知り治ってない部分も結構あるんですけど、まあ、大きくなるにつれてね、まあ、このお仕事もさせていただいて、だんだん人と関わる機会も多くなってね、喋れるようにはなってるかなって思うので、これからも家族にはたくさん支えてもらいながら、私も支えられるように頑張りたいと思います。ということで、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。